に腕お菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで。では続きましていきます。はい、チョロネーム駄菓子屋タケトさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチョロボンズの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。いつもイルルがお世話になってます。あれ？メイドウィズドラゴンズの MV 見ました。みんなで踊ったり歌ったりしている姿が楽しそうで良かったと思います。突然ですが、実は最近よく鼻血が出るんです。それも結構な頻度で。そこで皆さんに質問なんですが、よく鼻血を出す男性ってどう思いますか？ぜひ答えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いしま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 す。続きます。そうね、うん、タケトさんから。タケトさん。でも私10代の頃めっちゃ鼻血出やすい人だったんですけど、あら、もう転ばないことです。あ、転んで出してたんだ。転んだり、あとはなんだ、ラーメン食べててスーンみたいなことがありました。でも私もアイス食べてて出て、私受験勉強してたら出てきた。そんなの全然出てきた。待って、みんなすごい鼻血出してる。鼻血出たことある？ないです。私も一回もない。人生で一回もなくて。一回もないと思う。鼻血出たことない。でも教室とかでさ、急に鼻血出してる人いなかった？なんか、ね、いらっしゃった、いらっしゃった。それ私。あれどうして？私です、私です。あれそうだったんだ。なんかね、急にね出てきちゃう。あれなんなんだろう。そう、あ、実はこのメール続きありまして、どうも小林さんちのメイドラゴン S で相田武人を演じております。アイムエンタープライズ所属、下野紘かっこ本人です。まさかの。メイドウィズドラゴンズの MV ラストサビ前のうーがおーがすごい可愛らしかったので、お一人ずつカメラに向かって。本当に下野さんですか？何やってるんですか？偽物の下野さんじゃない？全力可愛いうーがおーを視聴者の皆さんにぜひともやってあげてください。特にイルル、かっこ峰内さん、期待しているよにやりといただいております。先輩の、じゃあこういう順番でいい。うーん、ガオどうやってたっけ、みんなガオの記憶が曖昧でございます。うーん、ラストサビ前の本当に一番最後、あ、そっか、すぐみんなでなっちゃう。みんなで、ああ、ちょっとその前も歌ってもらっていいですか？よくない、絶対よくない。でもガオ、ガオマン、ガオで、ね、ガオで。なんと、はい、突然始まった。なんだこれ。下野さん覚えてくださいね。ガオ、かわいい、かわいい。これは下野さん、下野さん、いきます。ガオ。かわいい。いきます。ガオ。期待してるよ。やれる。やれるよ。いけるよ。いけるよ。ガオガオ。下野さん。下野さん。何てこと言ってくれるんですか。本当に下野さんですか。本当に下野さん。許されない。来ました。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。